今週も始まりました、ケイコの恋愛セラピ ー婚活結婚相談所アクアマーストよりカウンセラー市原ケイコです。さて、まいちゃん、はい、はい、お見合いをしてまいさんが OK 返事をした、はい、でもお相手の方が NG でしたってなりましたら、はい、どう思っちゃいますかね。まずはなんでだろうってすごく不安になっちゃいますし、あと何よりも理由が知りたいです。理由が知りたいですよね。はい、はい、お見合いでこちらが OK だったのに向こうが NG だった、うん、なぜだろうという理由を知りたい方が最近やはり増えています。はい、でアクアマーストではお見合いの後もし向こうさんが NG だったら一応フィードバックをいただいていて、なぜでしたかっていうのを問い合わせております。はい、はい、今日はそんな中でよくある NG の理由ベスト6、はい、6です、ね、6個ね、はい、はい、6個をまとめてきました。はい、はい、紹介していきましょう。無意識にやっていることが NG に、うんうんうん、うんうん、あるかもしれませんね。はい、さて何だろう。スマホを見る、時計を見る、うんうん、でもこれ皆さんどうしても自然としがちじゃないですかね。ついちょっと見ちゃうと、うんうん、でも見ても見たっていうの分かりません？分かります。絶対に分かりますよね。分かります。分かります。はい。で、やはり一回でも見てしまうと、あら、もう私僕の話がつまらないのかなってお相手の方は思っちゃうみたいで、とあると、あの、うん、お見合いって1時間っていう決まりがあるじゃないですか。素晴らしい。そう、それで、うんうん、あ、今あと何分なんだろう、何分なんだろうっていう不安になっちゃいますよ ね、はい、不安になる方は多いんですけど、まあ、はい、一応1時間が目安なので、うんうんうん、別にお話が弾んでいて、お店の人ももうそろそろですよなんてこう追い出されなければ、あの別によろしいので、そこはまあお話がこう区切れた頃に、あ、僕、私話しすぎちゃいましたね、そろそろですねっていう感じで、そこでやっと見るとか。なんかその時にこうお話が楽しくて長くなっちゃいましたねっていう、なんか嬉しいですよね。嬉しいですよね。その一つの言葉があればいいと思います。あと、でもどうしても時間がちょっと知りたいなっていう時に、はい、この間あのうちの会員さんが教えてくれたんですが、お相手の時計が見えたりするんですってなんとなく、はい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 、はい、それもいいアイデアだなと思いました。うん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 、あとはこっそりスマホをバイブにしておいて、で時間がブルブルっとなったら、あ、なんかもう時間が経っちゃいましたねみたいに、それでもいいのかなと思います。うん、あ、そうですね、うん、何か分かるものが欲しいですね。そうですね。それでご自身が OK の返事を出したいときは、あ、私は、僕は、あの、ぜひもう一度会いたいので今日はお時間になっちゃいましたけどよろしくお願いしますの一言でお別れしましょう。はいはい、そしたら大丈夫だと思います。はい、はい、次の理由に行きましょう。座ったまま挨拶する、はい、先に座る、はい、うん、これはあの多いのは男性さんですね、よくね。そうなんですね。あの、お見合いでお席を予約している時がありますので、はい、まあ、そういう時に、後から女性さんが来たら、ちょっとね、席を立って挨拶をしてあげましょう。はい、あと、入り口で待ち合わせる時、うん、一緒にお店の中に入る時は、女性さんに先に座ってもらいましょう。はい、で女性さん、よくできた女性さんほど、こう入り口側とか硬い椅子に座ってくださいますが、はいはい、いえいえどうぞと必ず女性さんにいい方の席を譲ってあげてくださいね。はいはい、勉強になります。こちらは男性さんが結構この理由が多いですね。はい、はい、次の理由いきましょう。で、うん、飲み物を残す、うんうん、これはですね、女性さんがこの理由で NG をされる場合が多いですね。お見合いでは一応男性さんがおごってくださいますよね、うん、ご馳走してくださいますよね。はい、なので、まあ、基本極力全部飲むようにはしてあげましょう。うんうんうん、はい、どうしても飲めなくなっちゃうとかありますよね、うん、ありますね、最後ね、ちょっとお腹いっぱいだなっていう時ありますよね。そしたら一言だけ、あ、ごめんなさい、今日はちょっとあのこれ以上ちょっと飲めなくなっちゃいました、ごめんなさいっていうのを一言だけ言って差し上げると、うん、まあ、いい気持ちかなと思います。はい、そうですね、はい、いかがでしょうか。はい、続いての理由、忙しいは禁句、男女ともに、うん、これは男性さんも女性さんも
はい、受けますね、この理由ね。でも言ってしまいますね。私忙しいの。伝えてしまいますね、どうしても。言っちゃいますかね、やっぱりね。なので、どんなに忙しくても、まあ、忙しいというこの言葉は発言されない方がいいかなと思います。はい。で、なんとかしてこう予定を組んであげようとしている努力を見せてあげればいいのかなと思います。うん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 、この理由は結構デートで、に入って、はい、そうですね、仮の交際に入ってからも、なんかお相手の方忙しそうなので、うんうんうん、って言って結局 NG をもらっちゃうということが多いので、なるほど、うん、そう思うとあんまりこう忙しいってワードは使わずに、うん、私この日空いてますっていうのをもう積極的にアピールをするのがいいかもしれませんね。いいですね。はい、本当にそうだと思います、うんうん、まあ、誰も忙しくない人を変には思いませんので大丈夫です。はい、はい、気をつけましょう。次の理由、はい、いきます。ネガティブワードを言わない。うん。うんうん。です。まあ、本当のことを言うのは、まあ、必ずしも良いことではないので、はい、初対面の方ですから、うん、ついね、特に男性さんは、なんかいろいろと説明をしてしまいがちなんですけども。はい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 。説明は不要で、しかもその中に、ネガティブなワードがない方がいいと思います。うんうん、もう、コロナのことはもうみんな分かってらっしゃるので、はい、それも言わない方がいい、うん、あとはちょっと友達がもう最近はみんな結婚しちゃって、うんうん、あんまり遊んだりしないとかありますよね、うんうん、ありますあります。それ別に友達が少ないわけでもないと思うんですけど、ただお会いできる人数が少ないだけであってってことですね。はい、なのでそういう友達が少ないというワードも気にしてしまいますし、うんうんうん、あとは家族とあんまり連絡取ってないんだよねって聞いちゃうと、それだけでなんとなく、なんとなく大丈夫かなってちょっと不安になっちゃいますね。はい、うん、なので不安にこう連想させるワードは使わない方がいいと思います。はい、はい、次最後の6個目ですね。自分の話ばかりする男性に多い。はい、うん、男性さんから今日のお見合いはすごく良かったです、僕楽しかったです、うんうん、でご自身は話が盛り上がったんですが、はい、楽しかったたのはご自身だけで、女性さんからね、ごめんなさいというお返事が来る、うん、このケースは結構多いですね。でも女性さんが聞き上手っていうのはありますね。まさにそうなんです。聞き上手さんですとどんどん乗せられてしまうんですよね。私は嬉しいですけどね、はい、こう男性さんがたくさん話してくださる、それはね嬉しい、はい、心開いてくれてるのかなっていう感覚があるので嬉しいですけれど、でも私も、うん、話したいっていうのはありますよね。はい、はい、なのでバランスに気をつけた方がいいかなと思います、うん、基本男性さんの方が聞き上手の方がうまくいきやすいと言われてますので、はいはい、なるべく彼女の話をそれでそれでと興味を持って聞いてあげるようにしてください、はい、興味を持たれたらもう嬉しいです。嬉しいですよね。はい、はい、そんなわけで気をつけてください。はい、はい、ではここで好印象のポイント、はい、最後に一つだけ覚えておいてください、はい、お見合いで圧倒的に多い OK をいただいた理由で、うんうんうん、名前でずっと呼んでくれたというのはとても多いですね。そうですね、うん、なんか名前を知ってくださったんだなっていうのが、うん、確かに嬉しいですね、うんうん、でお見合いの時は名字だけなので、はい、八塚さん蜂須賀さんって何度も呼んでもらえると、はいはい、でもなんかちょっと親しみが出てきませんか、はい、出てきますね、うんうんうん、なので必ずお名前で何度も呼びかけてあげましょう、はい、これは簡単なテクニックですよね。はい、そうですね、うん、もちろん間違えないでくださいね。間違えてしまったら元も子もないので、何度も頭に入れていきましょう。はい、はい、いかがでしたでしょうか、うん、それではケイコの恋愛セラピー、お気軽にお問い合わせください。